伊藤清とは元競輪選手。富山県滑川市出身。日本競輪学校第40期卒業。現役時は日本競輪選手会埼玉支部所属。師匠は高瀬秀弘。ホームバンクは大宮競輪場。実施に競輪選手の伊藤慶太郎がいる。富山第一高等学校を卒業後、日本競輪学校に入学。デビューからは、 埼玉を本拠とし、初出走は1977年11月10日の地元大宮で、初勝利も同レース。しかし上位クラスに上がるまでに多少時間がかかり、GI 初出場を果たしたのは、デビュー9年目となる1985年、立川での日本選手権競輪。しかもこの後、伊藤はしばらく GI の出場を果たせず、それどころか、 C 型肝炎を患ったことで3年間ほど満足にレースにさえ出ることができなくなってしまい、S 級は愚か、A 級もしわたたく間に陥落。ついには当時存在した最下級の B 級2班にまで落ち、引退勧告も迫られかねない状況となってしまった。そんな伊藤であったが、1989年頃にレースに復帰するや圧倒的な強さを続け、その約2年後には、 なんと S q 復帰を果たしたばかりか、ほどなくして S1 にも上り詰めた。1991年には、平塚競輪場の開設記念公設で優勝し、ふるさと、ダービーや彦で、久々のビッグレース出場を果たした後は、GI でも常連出場を果たすようになった。さらに伊藤は1993年、立川競輪場で開催される。 日本選手権経理にへの出場がかかったダービートライアルで好成績を収めた伊藤はこの大会において特選シード入りを果たし本番でも絶好調の成績を収めることになる。初戦の特選で一着となりこれで勢いに乗った伊藤は続くゴールデンレーサー賞も勝った。さらに準決勝でも3着に入って決勝へと駒を進める。決勝では 三重の海田和弘の逃げ一社のメンバー構成となったことから伊藤は海田の番手を狙う作戦に出た。そして伊藤と同じことを考えていた大分の大竹慎吾と海田の後くらいをめぐって激しい競り合いを演じた。結果的に双方失格となったものの伊藤の闘志ふれるプレーに対し逆に観客席から激励の声が飛んだ。その後伊藤は 岐阜競輪場で開催された1996年のオールスター競輪でも決勝へと進出。だがこれを境に次第にビッグレースにおいては成績が振るわなくなり、ついには翌年 S1 から陥落。そしてほどなくして A 級陥落も喫するようになってしまった。さすがに40歳を超えると体力低下も否めず、それでも A 級では常時優勝争いを演じていた伊藤だが、 なかなか S 級昇進への壁は厚かった。しかし2004年6月23日に、岸和田競輪場で開催された、レインボーカップファイナルの準決勝9レースにおいて3着に入り、同開催においては決勝へと進出を決めた時点で、S 級特進が決まったことから、47歳にして S 級復帰を果たすことになった。しかしそれだけには留まらず、 その後も S 級で活躍を続け、ついに2007年前期より、ちょうど10年ぶりに S1 に返り咲くことになった。さらに同年のふるさと、ダービー函館においては特選シード入りを果たし、また続く、高知オールスター競輪も出場して1998年の高松の宮記念杯競輪以来9年ぶりの特別競輪出場を果たした。2008年の後期まで引き続き、 S1 に在籍していたが、2009年前期は S 級2班に降格しており、S1 の最高齢格付け記録は途切れた。しかしながら、過去に大きなタイトルの優勝実績はないとはいえ、肉体を酷使する競輪の世界においては、異例の高齢 S q 選手であったことから、ファンのみならず、関係者からも尊敬の念を持たれることになった。 その後永久参判に降格後の2015年3月から、自己都合により1年2ヶ月ほど欠場したため、競争得点不足となり、退社制度による強制引退が確定する。圧戦の得られる期限が近づいた2016年5月より、競争に復帰し、同年6月23日からの大宮競輪場での、ファイ開催を引退レースとして、同開催最終日の6月25日第4。 RA 級チャレンジ選抜戦での4着が最後の競争となった。レース後には大勢の関係者に囲まれたが、その際に引退の原因となった欠場の理由が肝臓癌の治療によるものだったことを明らかにした。同年7月7日、選手登録少女、通算成績2588422勝。 通算獲得賞金5億8121万6961円。2017年4月にはバッハプラザに解説者として出演。2018年9月2日午前東京都内の病院で死去。61歳没。1983年より競輪の休別に S 級が設けられて以来 S 級一般が 競輪選手として通常格付けの最上位ランキングとなったが2007年に当時史上初となる50歳での S1 の座を手にし51歳364日まで維持した。加えて2006年9月1日、京都向こう調競輪場で行われた S9 決勝戦において優勝を果たしたが当時の S9 戦史上最年長優勝記録であった。なお、 S, S 級の最高齢優勝と S 級一般格付け最高齢記録は共に萩原美沙夫が更新している。ありがとうございます。